見てくれ、なんとね、なんと今回ね、邪念馬がいる。邪念馬、しかもレア、星マークついてるということは邪念馬のレアっつ。これマジやばいっしょ。俺マジこれ見つけた瞬間ないと、あれ邪念馬いいんじゃないか。しかも上にメタルクール、しかもスラック、ガーリックジュニア、これやばくね、このメンツ。もうこれ狙ってんのはもうメタルクーラー、邪念馬、あとベジータだけね。なんでベジータレアじゃねえんだよってな。クソ、ベジータレアだろ。まあいいや。ということで狙いは、邪念馬に、メダルクーラーに、そして我らがベジータ。ベジータ、ミスタープライド。もうプライドは絶対ゲットしないと始まんねえから、早速、一つ目いっちゃおうぜ。頼む、邪念馬来てくれ。邪念馬、邪念馬。クリリンさんだ。紀元座。すげえな。アビリティ気配を消すクリリン。いいね、クリリン。悟空たちと共に数々の強敵を相手に戦ってきた戦士、地球人最強クラスの実力を持つクリリンといえば紀元山だよな。あのフリーザの尻尾をぶった切ったこのフリーザ様ね、ここにね、フリーザ様がね隠れてね。フリーザ様、ちょっと呼ぶか。フリーザ様降臨。あ、今回フリーザいねえな。そういえば今回フリーザがいないね。ダン、いいね、うまそう。あとでゆっくり食べるかな。さて頼むぜ、ジャレンマ来てくれ。ジャレンマ、ジャレンマ来てくれ。ベジータ、これかっけ。ビッグバンアタック、みなぎるパワー、プライド、みなぎるプライド、かっけ。やっべ、俺もう満足したわ今回。待って、エリートって書いてある。エリート、いい、やべえ、ビッグバンアタック、びっくりした。今ひたすらに強くなることを願い、修行を積んだベジータは己の限界を超えるためスーパーサイヤ人と覚醒した。やばいね、このかっこよさ見て。俺のベジータコレクション、もうベジータね、やべえ。なんとね、もう前回のね、これ見て、このかっこよさ。これ大猿ベジータもいるんだよね。でベジータでしょ、でちっこいベジータね。で、あの寄生されちゃってるベジータさん、寄生されちゃってるね、ベジータさんに、こっちもちょっと寄生されちゃってるベジータさんに、ベジータ、今回のベジータやべえな。これフリーザ召喚したからな。これよっしゃ、どんどん行こう。あとジャレンバとメタルクーラー。ジャレンバ来てくれ。お、スラックじゃん。スラック、ダークネスツイスター、悪の心、かっけー。スラック、スラックも大好きだったなこいつ。あ、スラック書いてない、説明。攻撃宣言、必殺技が発動できるときにアタッカーにするとロックオンした敵を攻撃する、1回限り。いいね、スラックゲット。今のところかぶりがないって、まあ序盤からはかぶんないでしょ。ダン、お、光っとる。ジャネンバ来てくれ。ジャネン、悟空か、悟空か。いやでもね、悟空も大好きだからね。でもめっちゃかっけえな、俺今回。お、光りまくってんぞ。スーパーサイヤ人3、スーパーサイヤン3。いいね。ヒーロー打撃。かっけえ、悟空。悟空もかっこいいね、やっぱりね。よっしゃ、これ波に乗ってっから、次あたりベジータ&、まあ、ベジータもう一枚ゲットしたいから、ベジータ、ジャネンバ、メタルクーラー。頼むぞ。クリリンさんだ。かぶったか。でもクリリンさんも大好きだ。全然 OK。キエンザンね。いや、クリリン、いいよな。クリリンね。あの、一番最初のさ、クリリン可愛いよね。初期の頃。あの、悟空とさ、亀仙人とこ行ってさ、修行してるクリリンめちゃめちゃ可愛いよ。あの、クリリンすげえ可愛い。まさかの悟空2枚目。悟空2枚目。いいね。かっこいいな。頼むぜ。頼むぜ、ジャネンバ。ジャネンバ聞くよ。ジャネンバ。お、ゴテンクスじゃん。ビクトリーキャノン、月だらけのヒーロー。いいね、かっこいい、ゴテンクス。修行により大幅なパワーアップを遂げたゴテンクスはスーパーサイヤ人3に変身し、魔人ブーと互角に渡り合った。懐かしいな、スーパーゴースト神風アタック。あれすげえ好きだった、俺。あれかっこいいよね、スーパーゴースト神風アタック。でもちっちゃい魔来ねえぞ。お、ご飯じゃん。青年期、優勝権、友情バリア。いいね、ご飯。老化用心に潜在能力を引き出されたご飯はスーパーサイヤ人以上のパワーを発揮することができる。ご飯かっこいいよな。いいね。じゃあ今回ピッコロさんいる？ピッコロ、マカンコサポ、ピッコロ、あ、いるね、いるね、やっぱね、いるね。
もうピッコロさん、ピッコロがいないとね、始まんないから。邪念おーこのめっちゃちょ、待って、やべえわこれ。あ、やばいやばい、なにこれ。あ、ごめん、映してなかった、ごめん、ちょっと見とれてた。やべえ、え、これ無理でしょ。え、これ無理ゲー、え、これ無理ゲーじゃねえか、俺普通に。え、これ無理ゲーだろ。え、待って、なにこれ。いや、死ぬ、あ、死ねる、あ、死ねる、死ねる、あ、やべえ、すっげえオッケー、邪念馬。え、なにこいつ、ちょっと待って、これやばいわ。ちょっとこれね、ちょ待ってくれ、ちょ待ってくれ、これね、これダメなやつだ、これやばい、みんなこれやばい、マジで、これマジでやばい、これやべえ、ベジータ超えた、悪い、ベジータ、ちょ悪い、俺ずっとベジータファンだったけど、ちょっと超えたわ、ベジータ。え、待って、あ、これね、あ、やばいわ、やったやった、マジ嬉しい、涙出てきた、マジでガチでガチで涙出てきた、これかっこよすぎ、本当に。俺今日これ絵描こう、これマジで、これマジで描こう、マジでこれすげえ描きたい、超かっけー、なにこれ。あとメタルクーラーか、いやもういいや、俺もこのシリーズ満足した。お、ガーリックジュニア、可愛すぎる、デスダンス、お、ガーリックジュニアだ、おー、すげえ、メタルクーラー、メタルクーラーやべえ、メタルクーラーなんでこれレアじゃないんだろう。いや、これもさ、これ並みにレアにしてくれたらさ、マジやばいじゃん。あ、これ今回のやばい、本当にやばい、俺本当に、ちょっと待って、すっげえかっけえと思って、これ邪念馬はやばい。いや、メタルクーラーもすごいかっこいいけどさ、ダメージを受けてもビッグゲテ、懐かしい、ビッグゲテスター、これ懐かしくね、ビッグゲテスターの化学力により、弱点を補強、再生するためにさらに強くなる、メタルクーラーかっけえちょっと待ってくるって、みんな、ちょっと、やばいって、これ今回やばいって、マジで。メタルクーラーはね、やっぱね、黄金に入れようぜ、黄金に。メタルクーラーちょっとやばいな、今回熱い、今回熱いぞ、あ、やばいな今回マジで、ちょ、やばい、ちょ待って、やばい、邪念馬やべえやばいなこれ、すげえな、いやー、やべえ、マジか、マジか、おお、すごっ、マジでちょっと待ってくれ、邪念馬祭りじゃねえか、うわ、マジで、俺もうこのシリーズ欲しいの全部手に入ったぞ、ベジータ、邪念馬、しかも2枚、邪念馬にメタルクーラー、ドゥルーン、やっべ、ダブルジャネンパ、いやこれマジやべえわ、鬼クソかっけえ、あ、これクソかっけえぞマジで、ジャネンパでしょ、メタルクーラーでしょ、そしてベジータ、いや、ベジータ、ベジータ黒に入れよう、ベジータはね、やっぱ黒でしょ、ベジータ黒でしょ、あ、これサイズでかいな、待って、間違えた、もうワンサイズ小さいやつだ、まあいいや、後で入れ直そう。ということで、今回ね、やばい、もうね、一回で欲しいのゲットしちゃった。まずベジータ、我らがプライド、ミスタープライドベジータでしょ、で、からのね、あ、ちょっと待って、間違えた、からのテイク2、テイク2、待ってくれ、テイク2、ベジータゲット、ベジータね、で、ドゥルー、メタルクーラー、メタルクーラーすごいじゃん、やべえじゃん、からのなんと邪念馬、これ見てくれ、やばくね、これほんとかっこいいわ、あ、これマジいい酒飲めるぞ今日、これはいい酒飲める、やばい、ほんとかっけえ、やべえな、カードに興奮する26歳、俺26歳成り立てほやほやなんだけどさ、あと4年で30歳、30代目の前にしてカードに興奮する、俺、いやでもね、これやべえ、やばいぜ、やばいぜ、これかっこいいもん、マジでほんとかっこいい、
いや本当に嬉しい、これ一緒の宝物しよう。これしかもさ、何がいいかっつうの、2枚出たっつうのね。もうこれですよ、邪念梅の愛ね。俺の邪念梅の愛だよこれが。いやー、つうことで今回欲しいのゲットできたっつうことで、まあ全部揃えようかな。どうしよう、あと欲しいのあるかな。まあそうだな、うん、まあ一応全部揃えるか、映ったら買ってこよう。ということで、まあ欲しいのはゲットできたということでね、やったぜ、ジャレンババイバイだ、ジャレンババイバイ。よっしゃー、じゃあまた次回で違うカードでお会いしましょう。ちょっとね、このカード見ながら酒飲むわ。このジャレンバね、ジャレンバは見つつ飲む酒、やばいっしょ、やばいっしょ。いやーいいね。ということでまたね、バイバイ、ジャレンババイバイ。やばいわ、すげえかっけ。いやちょっとマジごめん、あのね、ほんとごめん、2つ余ってた。まだごめん、手前にさ、ちょっともう邪念馬出て、もう邪念馬出たあたりから記憶ねえわ、マジで。ちょっと待って、2つ余ってた、ごめん、ほんとにごめん。ということで開けよう。ねマジやべえよ、ほんと邪念馬のせいでほんとにね、記憶が飛んだ売れすぎて。おお、タピオンじゃねえか。あのヒルデガンのさ、あれだよね、あれヒルデガンだっけあいつ。いいね、タピオン。1000年前に、分断された幻魔人ヒルデガーンの上半身を体の中に封印し、コナッツ星を救った伝説の勇者。懐かしいな、ヒルデガーン。俺ヒルデガーンもすっげえ好きだったわ。マジあれも大好きだったな、ヒルデガーン。タピオンゲッツ、いいね。いや見てこれ、この邪念馬。いやてか俺むしろ邪念馬になりてんだけど、これどうやってなれっかな、遺伝子操作なれっかな、これ邪念馬。いや邪念馬になりてえ。これラストワンね、ラストワン。やばい、俺怖えわ、俺死ぬのかこれ。なんでこ、え待って、俺怖いんだけど、俺ちょっと待ってくれ、俺大丈夫かなこれ。うん、使いまくってけど、待ってくれ待ってくれ、やべえやべえ、ちょっと待って怖え俺こんな運いいこと26年生きてきてもうなかったような気がするぞ。おいマジで、ちょっと待ってくれ、邪念馬、まさかの3枚邪念馬への愛が届いた。やっべ、くそかっけ、見て鬼でしょこれ。ちょっと待ってくれ、マジごめん、3枚ゲット、やべえ、あやべえわこれマジで。いやでもよかったな。いやつうことで、あのね、もう残ってねえよな、もうないよな。まああったらあれだな、もう一回取るか。つうことで邪念馬3枚バイバイ、これ熱いわ。また次回な、次回ちょっともったい邪念馬出さ、また次回邪念馬でお会いしましょう。ということで邪念馬トリプルバイバイやべえ、すっげえ手汗半端ねえ、マジやべえわ。